アニメ制作では画面の設計図となるコンテが各話ごとに作られ、全カットの作画はこれをもとに進められます。上欄ではこのコンテを作成する際にデジタル作画特有の新しい試みを行いました。今回はその試みについて解説します。タツノコプロのデジタル作画は前回解説したように TB ペイントを使用しています。 TB ペイントで原画や動画を描かれたカットも元をたどるとそのカットのコンテにたどり着きます。コンテは紙に書くこともあれば作画ソフトで書くこともあります。こうして書かれたコンテは各カットの設計図となりますが、 TB ペイントでコンテを書くことはできるのでしょうか。本来 TB ペイントはコンテ作成から撮影まで一つのソフトでカバーできるという特徴を持っています。ただしコンテのデータを TB ペイントで作ってもいくつか大きな問題があり、実運用に支障がありました。そこでタツノコプロでは TB ペイントで作成したデータをコンテ用紙に書き出せるような独自のプログラムを作り、上欄のコンテ作成に活かしました。こちらはプログラムを使用して実際に作成されたコンテです。TB ペイント上ではコンテでも動きの大まかなタイミングまで設定されています。尺、カメラワーク、トガキの情報なども一括して TB ペイント内部にデータとして保存されており、コンテ用紙に書き出す際内容が反映されます。さらにこのデータは原画以降に直接引き継げるので、データをもとに直接 TB ペイント上で原画作業を進めることもできます。このプログラムによって作画に関しては全ての作業を TB ペイント上で完結することが可能になり、コンテのムービー書き出しなど素材運用の上でも利便性を獲得しています。レイアウトのように書いて TBP でコンテのフォーマットに落とし込めるので、いつもの作業延長のような作業がすごくやりやすかったです。コンテ今まで書いたことなくても尺感とかセリフを入れて確かめながら作業できたら、多分コンテ演出を予防される方とかそのまま V コンテとして使用したりカッティングに回せたりもすると思うので、 TBP で統一して作業すると幅が広がるのかな。レイアウトとあまり感覚が変わらなくなってしまって、めちゃくちゃ時間がかかってしまって最終ルックに起きないとか作業を詰めてしまう。これはアビーで作業しました。ジャノメっていう敵が変身してクリーチャーみたいな感じになった後のアクション、序盤のラストにあたるアクションが4話であるって聞いていたので、終盤書いてるここで一番盛り上げるぞみたいな、ユキが気合を入れ直す、そこからアクションが入るので楽しかったですコンテというものは普段あまり意識されないかもしれません。反面そこには隠れた技術がたくさん使われています。どんな技術がどんな風に使われているのか想像しながら見るとまた違った見え方で楽しめると思います。